HRC 開発ライダーを務めさせていただいている長島哲太です。自分が最近まで現役でモト2クラスを走らせていただいてて、まあ、日本に帰ってくることにはなってしまったんですけど、まあ、今までの経験を若手に伝えて、まあ、全日本からも世界に挑戦できる道を作りたいと思ってチーム立ち上げさせていただいたので、まあ、自分も何ですかね、自ら若手たちと一緒に走って伝えられることをいっぱい若手に伝えられればなと思っています。ライダーは2人体制で ST600 クラスに参戦させていただくんですけど、まあ羽田大河選手、セブンのモト2で走ってたライダーなんですけど、まあ、もう1人が西村翔選手で、セブンのモト3とルーキーズカップを走っているライダーではあるんですけど、まだまだ才能ある若い子たちなので、まあ、自分が伝えられることをしっかり伝えて、まあ、自分もスポーツ走行ですとかそういうテストでは一緒にバイクも3台用意して一緒に走る予定にはなっているので、まあ、自分が後ろから見たりですとか、まあ、逆に前を走ったりですとか、まあ、現役に近い自分だからこそできる教え方もあると思いますし、まあ、その方がライダーとして言われる側も納得ができると思うので、逆にそこら辺は今までにないチームができるんじゃないかなと思っています。世界に挑戦して結果を出せるライダーを育成するというのがこのチームのコンセプトにはなっているので、その世界での戦い方ですとか、まあ、かなり全日本とその海外では時間の使い方ですとか細かい部分が違って戸惑いもあるとは思うんですけど、逆に向こうに行った時にそこで戸惑わずにしっかり1年目から結果が残せるようなライダーに育てていきたいと思うので、まあ、そこに対しては自分の経験が少なからずは役に立つと思うので、そこをしっかり伝えて若手たちに、まあ、夢と希望を与えられるようにしたいと思っています。そうですね、まあ、パーツの比較テストしなければいけない部分も出てくると思うので、まあ、その際は自分で比較していいものを選んでいこうかなとは思っています。そうですね、まあ、レース自体に出ることはほとんどないとは思うんですけど、まあ、もしライダーに何か怪我があった場合ですとか代役が必要な際は、まあ本田さんとお話ししてにはなるとは思うんですけど、もしかしたら可能性としてはなきにしもあらずかなとは思います。今シーズン自分がレースで走る機会というのはなかなかないとは思うんですけど、まあ、全日本のチーム監督というのもありますし、まあ、HRC の開発もやらせていただいているので、レース場には今年は足を運びますし、まあ、MotoGP の方でも少しでも力になれれば結果に返ってくるとは思うので、まあ自分にできることをしっかりやって皆さんが楽しんでもらえるように頑張りたいと思います。応援よろしくお願いします。通常であればもっともっと近い距離で皆さんと楽しめるせっかくのイベントなんですけど、まあちょっとこの状況下ということもあって距離感はあるとは思うんですけど、でもこうやって皆様の前でこうマシンを走らせられるっていうのはなかなか貴重な機会だと思うので、まあ、少しでも皆さんに楽しんでもらえるように自分らも精一杯頑張るので、まあ、一緒に楽しみたいと思います。よろしくお願いします。